イケてた前の週。うわ、なんかもううざい。パーティーこれ。ハピナスと、何あのカボチャ。あのカボチャお前、ハロウィンの時以外出張してくんなよな。動物の森ね、俺もう持ってへんもん。ぶつ盛りな、またやりたいけどさ、なんか出ない、また新しいぶつ盛り。Wii U のぶつ盛りとかって出ないんかな。出たら買おう。Wii U のぶつ盛り欲しいな。タレゾってだけで米版食らったのと運営に文句言え。それは別に運営に文句言うぐらいならいいんちゃう。これもちょっと微妙やけども、ここはまあやっぱり、この子先方に持っていきながら、こいつ、いや、待て。俺の考えは、いや、こうやな、こう、オッケー、決まった。やっぱりまあ相手が配信を見てるっていう可能性もなくもないから、俺は先方とか言わないことにした。まあ、ぶつ盛りは、いや、ぶつ盛りでも 3DS のぶつ盛りめっちゃ売れたらしいで、あれ。まだまだいけるやろ。ぶつ盛りはまだまだいけるんじゃんかな。話題性だけでさ、10年以上もさ、続かへんやろ。ぶつ盛りはもう前シリーズ伸びてるって。あ、立見 E さんこんばんは。立見 E さん見てますよ。立見 D さん、C さん。立見 D さんでした。すいません。あ、選手当たった。あ、まあ、ここ当たったけど、ちょっと微妙な感じやな。リザはな、意外と怖いねんな。やっぱ、オバヒあるから。オバヒじゃない、ないだけ、そう、ひでってくるからな。ひでってくるのが怖いっていうことを考えたら、ちょっとここは交換かな。あ、X か。なるほど、鬼火とか入れてくるわけだ。なるほどね。よし。あー、てかまたハローの技構成変えてへんやんけ、俺。まあいいや。ここはもう行こう。で、多分バンギー。いや、バンギーはないな。あ、バンギーやった、やっぱり、ほら。まあバンギー来るんだよね、心。まあバンギーが、まあ来るんだけども。そう、なんかリザの X は白いつ鼻で、でも、まあ俺はまだやっぱあれかな。Y の方がよく見えるかな。リザバイの方がよく見えるかな。まあ大体相手のパーティーでわかるよね。俺 X 呼んでたけどね、こいつのこと。まあいいでしょう。まあせっかくあるなら使いましょうか。トンボがより樹海に2種類のメガ進化。いやー、どうなんやろうね。樹海ドラゴンタイプと炎タイプとかね。ドラゴン、炎か、草ドラゴンか、草炎みたいな。よくね、それ。さてと、バンギなんだけど、バンギは、バソギは、せやな、バソギはまあ、こいつでいくか。マリルだな。なだれ、耐える。しかも結構効くな、これ。まあもちろんモンが発動してしまうんだが、そこ問題やな。相手が捨ててくるかどうかやな。まあ捨ててくるか。引っ込めてきた、マジかよ。もう今んとこ腹太鼓積んでたら多分勝てたな。まだ、あ、パンプじゃん。なるほどね。パソブジソが出てくるわけね、ここで。パソブジソはまあ、そらく出てくるわな。メガクロスだからスピードフォルムと、スピードフォルムとアタックフォルムみたいな。まあ、多分スピードタイプの方が強いやろうな。パンプ陣はちょっとな、厳しいな。パンプ陣きつい。よし、変えよう。いや、まだ原太鼓一応まだも出してる。うん。まだ多分ここはもう読まれるんちゃう。やっぱりアドリがまあクソやな、ほんまに。ほんまクソやな。まあでもここでね、もう完全にもう、一貫するんですよね。ブレイバードが。まあメガ闇闇は多分、まあ、でもさ、思うねんけど、メガ闇闇って、あれやん、まあもちろん、ね、強いんやろうけど、いたずら心が。でもあの種族樹でな、100上がったところでな、あんま変わらん気がすんねんな。やったらなんかもっといたずら心よりもなんかもっと画期的な特性とかね。じゃなきゃちょっとパッとしない気がすんねんけど、闇闇闇。持ち物だってメガで固定されるわけやろ。うん。メガフライゴ来んの？メガフラ来んのかな。誰かリザかな。あ、バンギかな。バンギ捨ててきたってことやん、つまりバンギは捨てと。あ、メガやめるね。あ、いたずらここちゃうんや。え、なんえ、マジ耐えられた、嘘。耐えてくれ。よし。でも。マジミラなんや。マジックミラーになるんや。へえ、てことは、多分あれやな、通常闇ラ、メガ闇ラミから、まあ、ある程度補助技使った後に、マジックミラー、メガでメガマジックミラーに変身みたいな。戦い方ができるのかな。いや、今んとこ、じゃバンギね、ごめんね、バンギをさ、落とせると思ったのよ、俺。バンギ落とせると思ったの。半減でも、ブレーバーで。まあ、でも、ここクレセリアでもう積もんやろ。レイビー落ちろよ。頼むから落ちてくれな。落ちてくれ。頼む、落ちてくれ。大変だ。落ちてくれ。よし、落ちた。オッケー。ここで落ちてくれなかったらちょっと厳しかった。いや、やっぱパンプはだからもう、グレセリンで。グレセリンでいける。パンプ陣、グレセリアでいけるんちゃうかな。まあ念のため、これ特防がそんな、砂が地味にきついのはあるけど、でもちょっとなぁ、ちょっと待って、いや、待て、交換とかを考えていくから、ちょっとここは、もう必要にこれを打っとこう。パンプは草ゴースト。でもこれ特大タイプやな。宿り木が来るけど、もう、うっとうしいわ。立てられて終わり？最後。立てられてゆく。砂はね、5ターンで消え去るから、もうええのよ。で、もちろん、ここは交換。相手は多分レート B また呼んで守ろしてくるはず。鬼火入った。ごめん、入っちゃった。鬼火が入ってしまう。鬼火が入っていく。ちょっと待てよ、もう。これ絶対泥沼化するやんけ。もう嫌やわ。絶対泥沼コースやん、これ。しかも種マシンがね、結構効くな。いや、待って、でもまだわからんからちょっと残しとく。電磁や独特に変えようか、クレセリア。それがいいかもな。結構こういうなんか耐久同士で、なんか、競り負けるってことがあるからね。まあでもね、まあこの、ね、相手に対して、電磁弾も意外とでかいんですよ。3回連続麻痺とかね。あ、しかも結構効くやん。結構効くやん。で、麻痺でおーしいける。これがあるからね、麻痺がやめられないんだよ。で、まだヤドリギ食らってないからね。がっつりいくよ。で、守るかな？多分守るとやってくるね、どうせ。それしかできないやろ、どうせ。な、そうやって守って、で、食べ残してせこせこ回復するしかできないやろ、お前。いや、ほんまのんなしやな。俺が成敗してやるよ。急所行け。こういうね、正義には急所の神がついてるから。あ、ドリキ入っ、よし外した、オッケー。これでもう仮に守られてももう俺の勝ちやな。これいけるやろ。オッケー！やっぱ麻痺もね、なかなか使えるね。パンポジンをなんと無傷で突破するという。読みとかそもそもこの試合にないやろ。ただのだって、我慢比べやん。で、まぁ、ちょっと一発、いや、ちょっと待って。一発ちょっと様子見で。あ、でも相手ちょっと進んでくるかもな、ひょっとしたら。進んでくる可能性が。まあ、ないとも言い切れない。こいつなんか持ってたよな。鬼火持ってたよな。ってことは、補助枠で1個埋めてるから、身代わりってことは多分ないと思う。から、よし、あ、しかも特殊か。耐えろ、よし、オッケー。やけどすんな、よし。ここで電磁入った。オッケー。結構電磁は1個打つのにもね、結構慎重になってきてはいる、俺自身。で、月の光と。まあ、役割破壊で全然この炎技大文字ってありやと思う。で、あとは多分、瓦割りとか、激鱗とかやろうな。もうしっかり耐えていく。で、特殊、まあでもやっぱ、それなりにやっぱ火力はあるわけよね。で、まあここはもうキネシスを連動で打っていこう。よし。はい、次の光。オッケー。まあ、これはもう買ったな。もらったな。いや、物理受け。いや、だから HP に多分振ってないんちゃうこのリザードン。振ってないと思うね、このダメージ量は。多分振ってない。って俺は考えてんけど。普通のアタッカー型やろ。そう、だから問題やっぱり、竜前とかでガチ積みで来られたら、ちょっと危なかったかもしれんけど、まあでもその場合は、一応こっち5詰めやから、5詰めダメージとかを考えれば、まあどの道勝つやと思うけどな。はい、弱い相手って相手も、だって相手、俺よりレード高いねんけど、少なくとも。何俺が弱い者いじめしてみたいに言ってくれてんの、お前。バトルボックス。俺はもう強いものにしかね。あ、でもレートがな、もうちょっとそろそろ安定してこないな。しびれはもう関係ないよ。まあ、レートこんな感じ。空子さんが対戦相手ですね。電流マリルリ、クロバット、エーフィー、ハッサム、ドンファン。ちょっと待って、タグひどすぎないこれ。タグがひどすぎないかこれもう。嵐配信者みたいなタグになってるやん。もう1600はもうはるかに超えてきた俺。意外とこういうパーティーでね、ちょっとポロって負けたりするから、そこは絶対に下げなあかんとこやな。よし、じゃあ選んでいきましょう。先方はね、この子。で、セカンドに、セカンド誰に行こうかな。セカンディングオベーションに、こいつかな。で、いや、まあ、ない。久しぶりにじゃあこいつ、いやー、これもないな。相手のパーティー見てれば、まあでも多分、こうで勝てるな。よし。